ジョゼフ・デュプレシスの原作に基づくコピー、ジャック・ネッケルの肖像1783年のサロンに出品ジャック・ネッケルジャック・ネッケルはフランス革命前夜に活動したフランス王国の銀行家、政治家。父親はプロイセンの出身でスイスのジュネーブで広報の教授であった。そのためジュネーブで生まれパリで銀行家として成功した。彼は貴族ではなく ブルジョワであったため、フランスでは第三身分であり、一般庶民には人気があった。1773年にコルベールさんを発表し、アカデミーフランセーズに検証される。続いて1775年4月19日に、立法と穀物取引についての試論を発表し、当時の財務総監、チュルゴーの穀物取引自由化政策を批判した。 1776年に、チュルゴーの失脚を受けて公認に就任する。すでに、フランス財政は日の車であり、財政立て直しのため、国王ルイ16世に壊れての就任だった。ネッケルは、外国人だったため、財務総監ではなく、財務長官という肩書きであったが、財務長官の実質的な権限は、財務総監と同じであった。 王妃マリー・アントワネットとその長身に失踪契約を進言したため、王妃や保守派貴族たちに疎まれ、フランスの財政再建は進まないまま、1781年にルイ16世によって罷免された。しかし、公認のカロンヌ・ロメニード・ブリエンヌらが特権階級である貴族への課税を試みた結果、失敗して辞任するに至り、1788年に再び、 ネッケルの登板が求められた。ネッケルはそこで世論を味方につけて財政改革を行おうと考え、三部会の開催を就任の条件とした。一向に改革が進行しない状況にルイ16世も焦り、三部会の開催を許可する。しかし財政改革は利権を手放すことを拒否した保守派貴族たちによって阻止された。 1789年7月11日、マリー・アントワネット一派の圧力もあり、財務長官職を解任される。ネッケル解任の知らせは、7月14日の民衆によるバスティーユ襲撃が起きた要因の一つである。7月16日、バスティーユ襲撃を受けて、再び財務長官に就任するが、財政再検索を見出せず、民衆の支持を失ってゆく。 1790年9月4日に辞職し、生まれ故郷のジュネーブに引退する。重廷にアルバート・ギャラティン、娘に文人として活躍したスタール夫人がいる。ありがとうございます。